さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はですね、こちらですよ。もうちょっと見た目が相当悪そうですよね。ジープという名前までこのブラックアウトしてしまっていて、もうはい、セブンスロットです。はい、クライスラージープになりますよ。はい、クライスラージープの中でもグランドチェロキーになりますね。でなので街中からタフな道まで行ける、まあちょっと都会派寄りの SUV ですよね、ジープの中でいうと。これトラックホークですよ、最強の。ほらグランドチェロキースーパーチャージドって入ってますよ。まあ、もともとグランドチェロキーには、今までも、おほらほらほら、トラックホーク。もう僕が映っちゃうな、これ。黒って一番撮影泣かせですけど、はい。まあ、もともと、グランドチェロキーには SRT8 がありますね。SRT8 は、何かというと、要はそれももうトラックまで想定したものですよ。ストリート&レーシングテクノロジーですよ。が、まあ、このジープのハイパフォーマンスカーを受け持つところが作って、で、8気筒なので SRT8 という形で V8 なのでね、やってますけれども、で、通常のエンジン 6.2 リッターのヘミエンジンを、ヘミエンジンって、まあ、ちょっとこれ掘り下げるとまた話が長くなっちゃうからやめとこう。6.2 リッターの V8 エンジンを、6.4 リッターにして、646ニュートンぐらいでしたっけ。馬力が460馬力ぐらいを出している、ちょっと正確なのはテロップで出しておきますね。そのエンジンを積んだ SRT8 があるんですけど、それとはちょっと全く違います、これ。でこれはもう最強ですよ。価格も SRT8 は、800万円後半です。900万円弱ですけど、これ1300万超えます。これ何かっていうと、ほらもうここほらすごくないですか。ボンネットもここに排気がついてるんですよ。要は熱の排出です。そのぐらい空気をドカッと入れて、ラジエーターにバンバン空気当ててふん詰まっちゃうので、こっから空気をどんどん出さないとっていう、空気の排出までしっかりと。でこういうフォグランプも全部やめましたよ。はい、フォグランプもやめて、はい、なのでもう空気どれだけ欲しいんだって。だからここもラジエーターなんか入ってますよ。ほらこっちもラジエーター入ってますよ。もうフォグランプを、あ、こっち入ってないや、なんやねん。はい、でまあ空気をしっかりと出してあげて、でまあこれだけ、冷却をしっかりしているのでお分かりだと思うんですけど、これ710馬力です。 6.2 リッターですけど、排気量 V8 の OHV エンジンですけれども、どうやってるか、スーパーチャージャーですよ。はい、によって、だからトルクが868ニュートンでしたっけ。すっごいんですよこれ。だってこの巨体を 3.5 秒で0100加速させますからね。この SUV の巨体が3秒真ん中付近で加速するってちょっとすごいですよね。ちょっとエンジン見ます。先に僕も見たことないですよ、初めて開けました。さっきここで受け取って、僕まだ走ってもいないですよ、まだ本当に。これだからもう楽しみでしょうがないです。なのでもう初めて触れて、うわー、あーディショルム型になるのかな、この形状だから。スーチャー、だから本当高圧縮ですよ。スーパーチャージャーっていろんな種類ありますけども、ルーツ型とかもありますけど、な、送風機への延長線上の型もありますけれども、まあそれルーツ型って高圧縮があまり向かないので、これだ、これリショルム型ですね。なんか2つのこれ二軸かどうか分かんないですけど、三軸かちょっとそこまで分かんないですけども、高圧縮タイプのスーパーチャージャーですね、これ。へえ、ほらヘミエンジン、はい、OHV なのでヘッド小さいですね。はい、このオレンジのところがヘッドカバーですよ。めっちゃ小さい。はい、その間にスーパーチャージャーが入りという形。へえ。いやー、ごついごつい。音すごそうですよ。これ音そこまでやってないですね。そもそももう熱対策もあるんでしょうけど、カバーもしてないですし、相当スーチャーの音もこれ入ると思いますよ、この車。へえ、まあその音も楽しめって感じなのかな。ちょっと楽
楽しみだ。乗ってみましょう。あ、地面が見える。あ、意外と空力はやってない感じですね。この下が抜けてるって。うん。意外と、あ、そこはアメリカン？はい。よ、あ、あ、でもこっから空気入れて、板がついてて、どっかに導いてますね。ちょっとこれ一度、あ、ブレーキの方に導いてるんですね。へぇー。初めての車面白いですね。あ、あとオイル、トランスミッション？なんだ？オイルどっかで導いてますね。導入口もあります。でも、ヨーロッパ車と比べると、全くっていうほど下やってないですね。はい。ごくごく普通に下を。で、もうヨーロッパ車とかですと、この排出口のところってもうちょっと導入するこっちも加工したりしますけど、そういうのもやってないですね。結構、まあ、はっきり言っちゃうと大雑把に空気をドーンって入れて、大雑把に空気をバーッと排出するみたいな形で。はい。まあ、ワンキャッチですしね。はい。これだけの速さを生み出すエンジンで、ボンネットワンキャッチですし、だからこれ、剛性心配だな。ハンドリングどんなんでしょう。多分ジャジャうまいですよ、おそらく。スコーピオンです。はい、295-45ZR20 です。はい、これブレンボ、あのジープの中で最強のサイズだそうですね。ブレンボの6スポットキャリパーですよ。はい、ブレーキはめっちゃ強いのが、まあセラミックカーボンとかではないですけれども、はい。で、電子制御のダンパーのサスペンション、ビルシュタインが入っております。はい、リアも、はい、スコーピオン一緒です。295-45-20だから同サイズですね。295-45-20。え、フロントに295履いてんの？ふっと、すんげ。フロントもリアも295で、これ4輪駆動ですけど、もちろんなので 3.5 秒レベルの加速ができるんですけれども、あのこの専用の4輪駆動です。なので高速力も強めた4輪駆動。はい。で、ほら、もうマフラー2本だし。はい。これ僕、マフラーの正確な呼び方、これいつも不安になるんですけど、2本出しっていうと1本1本、左右2本出しって言ったら、こっちに1本、こっちに1本で左右2本出し、これって左右2本出し、これ左右4本出しになるんですかね。これね、これちょっとさ、教えてください。これ左右2本出しって言えばいいんですか、これ。はい、ちょっとマフラー業界の方教えてください。はい、通常の、はい、グラチェロの、はい、紹介ですよ。はい、スピーカー 12V。 はい、まあいろんなフック、はい、ってはい、まあ過不足なく、質感は高くはないです。まあなのでこの辺りを見ただけで、じゃあ1400万近い車ですかっていうと、いやそれはないよねっていう。だから相当エンジンとかに対して価格がいってるんですよ、この車は。もちろん、はい。床下収納は、おお、フルサイズタイヤじゃないですか。サイズはもう1957020です。でも20インチですね。はい。へえ、いいですね。だからサイドとかのがカットしても走れますよね。はい。へえ。はい。パワーバックドアです、もちろん。後ろからシートは倒せないですよ。はい。なのでシート倒すんであれば、はい。回っていただき、よっ。ここで倒す。あれ、シートベルトどうしたの？はい。え、倒すのどこ？あれ？倒すのはどこ？初見なんでね。はい。え、あ、ここ。あ、ここだ。はい。おお、アクションです。派手。あ、でもワンアクションで簡単ですね。はい。まあ、サイドには回り込まないといけないですけど。そうそう。だから、あ、これだ。これ。ほら、シートも一緒に、こういう風に、いきますよ。だから、これで、シートも一緒に、落ちる形で、これで、畳まれる。はい。なので、フラット形状にもなると。はい。あ、これが通常の一番立ってる状態。向こうがリクライニングしてる状態。結構違いますね。ほら。かなり違います。この方が分かりやすいですね。ほら。全く違いますよ。これだけの差。だからこれが調整ができると。
で調整としては何段階もあるはずですね。では室内、今これ運転席僕のポジションに合わせております。狭い。ああ狭いです。ちょっと、あでもシートが今立ってるからですよ。ちょっと寝かします。1,2,3,4 あ、結構段階はありますね。はい、どんどんして、これで最大倒しました。あ、このぐらい倒せると、うん、楽勝。はい、あ、ヘッドレストは上がらないです。上にはそうですよね、可動式にしてるので上がる仕組みがないですよね。はい、まあ、ヘッドレストもうワンノッチぐらい上げたいですけどね。はい、シートバックの高さは十分です。はい、こんな感じです。小指は立たないぐらい。はい、まあ4890の車なので、まあこのぐらいですかね。はい、靴は結構入りますね、奥まで。はい、あ、これでならいいんじゃないですか。はい、で座面は思いのほか高いです。思いのほかというか高いです。座面がここが短くて、この座面の位置は高い。子供だとちょっと足が遊ぶケースもあるかもしれないな。でもこの座面が短いのは僕個人的にはちょっと疲れるかな。エアコン吹き出し口です。はい、でシートヒーターあります。 12V あります。 12V じゃないですね、 USB があります。はい、ドリンクホルダーは、あ、ここサイドポケット。はい、うん、カーボン、あ、カーボン、これ、あ、これカーボンなんで、さりげなくめっちゃいいカーボン使ってますよ。これ手かかってる、これアルミ折り込んでます。このカーボン一本繊維として、わかります？このキラ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 中でしてるの。へえ、かっこいい。え、ここにここにドリンクホルダーありましたね。はい、うん、これハーマンカードンのスピーカーのシステム組まれているので、はい、スピーカーの位置とかも結構面白いですね。はい、上にもありますね。やっぱ僕後席乗るならもう絶対このサンルーフ付きがいいですよ。だって後ろ乗った時にやっぱこのサンルーフあるとめっちゃ気持ちいいですもん、やっぱ移動が。だから後席の方のためにSUV 乗りの方はなんかサンルーフをつけてあげるっていう意識も大事かもしれないですね。普通に座ってる目線がこうですよ。だから自然とこんなに青空とかが入ってくると、もう自然となんかキャンプであるとかアクティブにどっか行くときワクワクしますよね、これ。はい、では運転席も、まあ、ハーマンカードンのほら、はい、ここにスピーカーシステムが入ってるのもわかるかと思います。はい、まあ、この辺り川で質感高いですよ。でここも川、あ、ここも川じゃないですか。あ、川ですよ、ここ。へえ、総張りで川ですよ、すごいですね。で川でカーボンで、へえ、なんかシートの調整ちょっと寂しい感じはしますけど、うん。でトラックホーク、なんかお金かけてるとことかけてないというか、うん、なんかまあアメ車、うおーすごい、これほらドアバチンって閉まる、この剛性感すごいですね。でパーキングブレーキキック式です。なのでアクティブクルーズついてますけれども、車間距離調整とかやってくれますけれども、停止保持はないですね。はい、ブレーキは普通に座って足を無造作にパッと伸ばす、もう全然全てブレーキです。アクセル全くかからないです。はい、ペダル配置もいいですね。まあ室内の質感は、うん、まあグランドチェロキーでしょう。ここも層が革張りでいいですね。すごくお金かかってます、かかってるんですけど、なんかデザインがちょっと古さはあります。うん、はい、で古さがちょっとデザインにはありながら USB12V、 うん、少しずつモデファイはしてってる感じですかね。はい、なんかちょっと質感が、うん、もうちょっと欲しい感じはやっぱ全体的にはありますかね、質感の部分で。はい、これドライブモードセレクト、オート、スポーツ、トラック、スノー等があります。カスタムもあります。はい、
で、ローンチコントロールがあるんだ。はい。なので加速 3.5 秒とか出るんですよ。ご覧になってください。320キロスケールですよ。スピードメーターすごいですね。6000回転レブリミットです。はい。で、まあ表示とかはもちろん変えれます。燃料とか平均燃費が、平均燃費が 2.9 ってな、どんな動きをしてたんだ今まで。止まってたのかな。あ、でもこれっちの方が正確かな。あ、でも平均燃費 3.3、 いや、これはちょっと正確じゃないかもしれない。シートヒーターのスイッチとかは表に出てないんですけど、この中に入りましたね。ベンチシート、ベンチレートシートとか、ほら、なんかね、まあ使いやすいか使いにくいかで言ったら、おお、なんだなんだなんだ、なんか突然表示とかが細かい感じで、へえ、全部選べるんですね。 ESC も AWD もサスペンション、ステアリング、パドルシフト、トランスミッション、へえ、なんか細かくいろいろできますけれども、なんかね、全体的にこう、まあはっきり言っちゃうと、ちょっと古さ感も漂わせながら、突然先進的なものが一緒に盛り込まれてたりとか、なんか不思議な感じですよ。はい。パフォーマンスページ、ローディング。うん。ローディングが今度長い。うん。あー、全部出るんですね。パワー、トルク、ブーストプレッシャー。へー、ブーストプレッシャー、今は 0.7。はい。へー、G-Force。あー、もう全部、データが表に出せるんですね。じゃあもう行きましょう。もうこれは走るに限る、この車は。の前に排気音ですよね、当然。ちょっとお待ちください。踏んだ感触で分かります。久々に来ました。このエンジンやばいです。ちょっとこれ楽しみですよ。これから試乗行きたいと思います。